腎臓と尿管腎臓は一体の空豆型をした臓器で、先細りになった尿管が図には描かれていない膀胱に向かって下行する。腹部大動脈、腎動脈と下大静脈、腎静脈がはっきり描かれている。泌尿器とは、動物の器官のうち、体液中の老廃物などを尿にして体外に排出することに関与するものの総称である。それらが集まって、 血液中の老廃物などを排出する働きを司る泌尿器系を構成する。多くの動物、特に陸上動物を含む複雑な体を持つ動物では、体内環境と体外環境とを区別し、体外環境の影響によらず、体内を一定の状態に維持する恒常性を持っている。このため、体内と体外との物質のやり取りは管理、制限されており、 栄養分の取り込みや不要な老廃物の排除は物質の自由な拡散で行うことができず専用の物質交換システムが用いられている。この排出システムを排出機関という。脊椎動物においてはこれを泌尿器という。泌尿器の役割は血液から老廃物などの不要な物質をろか選別し高濃度に濃縮するなどして蓄積、 敵に体外へ排出することである。この過程で通過する通り道の期間を尿路と呼ぶ。泌尿器の定義と診療科の泌尿器科の対象となる期間は異なっている。ありがとうございます。